はいどうもゾイチャンネルです。今回なんですけども、こちらの商品提供いただいております。なんとですね、プロジェクターですね。プロジェクターってもうちょっと大きなイメージなんですけど、こちらのプロジェクターに関してはすごい小さいですね。ではこちらの方を開封してご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さすがですね、精密機器っぽいだけあってしっかり梱包されてますね。中身は大きく2つですね。こちら本体とこの箱、まず箱開けましょう。 HDMI ケーブルですね。電源ケーブル、リモコンと取扱説明書入っております。あ、ちゃんと日本語ある。日本語あります。大丈夫、日本語だと助かります。こちらの箱には以上。続いて本体ですね、開けていきましょう。はい、ということで外観こんな感じになります。まずは回転、こんなね、筒状のものとなっております。こんな感じでね、角度を変更することが可能になっております。っていうか、かなりやはり小さいですね。私お仕事でプロジェクターを使用してね、資料のご説明とかする時があるんですけども、まあ会社とかでね使うプロジェクターってもっと大きくてねこんなコンパクトなものじゃないんですよね。これでプロジェクターになるんだったら超優秀だと思いますね。どこでも使えそうですもんね。とりあえずですね、こちらの製品の細かいご説明をする前に、まずは私使ってみたいなというふうに思います。それではセッティングやっていきます。セッティングなんですけども、まずはケーブルの接続ですね。ケーブルの接続は裏面にできるようになっていまして、電源と USB と HDMI、 あと真ん中ですね、音声の出力端子がついております。こちらのプロジェクターなんですけども、天井ですね、真上に向けても映像を映し出せるということで、ただ隙間がここしかないんですよね。まあ、それも考慮されてか、電源の端子もねこういう形になっておりまして、考えられているということですね。おそらくですね、設定をする際にはリモコンが必要ですから、先にリモコンも開封しておきます。電池ですね、入ってない。単4電池ですね。単4電池2本が必要となっておりますので、単4電池手に入れていきます。はい、とりあえずですね、設置の方だけ終わらせました。これから電源を入れたいと思います。電源を入れる方法は2つあります。リモコンの電源ボタンを押すか、ここに電源のスイッチがありますので、これを3秒間押す。1、2、3、ご覧のようにつきます。ちょっとね、明かりがあると見にくいと思いますので、照明の方を落としたいと思います。ご覧のように起動のムービーが表示されますね。ということで、最初はこんな感じの画面になります。で、ピントが合ってないなと思ったら、ここにですね、ピント調整できるものがありますので、こちらを操作してピントを合わせていきたいと思います。とりあえず大体こんな感じかな。で、最初にやらなくちゃいけないのがネットワークの設定とかですよね。ネットワークの設定はね、この一番左のこの辺りのボタンを選んで OK を押すと、インターネットの設定とか Bluetooth の設定とか言語の設定もできますね。その他設定、とりあえず言語やってみましょうか。言語、ランゲージセッティング、かなりたくさんの国の言葉を選ぶことができますね。日本語ですと一番下にございました、こちらをクリック。お、いけた。説明文が日本語に変わりましたね。これ一番まず大事ですね文字入力は選べますけど、これだけですね。続いてネットワークの設定ですね。ネットワークの設定には Wi-Fi と Wi-Fi アクセスポイントの設定がありますね。 Wi-Fi 設定しますか。はい、使用したい Wi-Fi を選択してパスワードを入れていきます。モザイクかけさせていただきますね。ご覧のようにですね、文字入力もリモコン操作で可能となっております。はい、無事にネットワークの接続が完了しました。続いてね、Bluetooth の設定してみましょうか。 Bluetooth の設定を開くと、使用可能なデバイスが右側に表示されてますね。今回はね、私が持ってる iPhone をペアリングさせておきたいと思います。はい、iPhone 側でね、検索をかけると HY300 の表示が出ますね。こちらの方でペアリングしたいと思います。するとですね、こちらに iPhone 接続済みという表示が出ましたね。こちらでペアリング完了です。続いてですね、投影設定をしてみたいと思います。投影設定には画面サイズ調整、投影モード、台形補正とございますね。画面サイズ調整やってみましょうか。
ご覧のようにですね、お好みのサイズに調整することが可能となっております。まあこの画面サイズですけど、まあこの本体をね設置する位置によっても変更することができますので、その場の環境に応じたね配置画面調整をしていただけたらなというふうに思います。続いて投影モード、こちらの投影モードなんですけども、フロント投影、リア投影、リア点ずり投影、フロント点ずり投影ということでね、4つの種類が選択可能となっておりますが、これはですね、この本体をねこう天井に固定したり、いろんなシーンがあると思うんですけども、本体の設置状況に合わせてどういう投影モードをしますかということをね選ぶことが可能です。例えばフロント点ずり投影を選択しますと、ご覧のようにね文字が反対になったりしますよね。まあそういうことです。続いて音の設定ですね。で本体にもねスピーカーが内蔵されておりまして、そのスピーカーの音量ですね、こちらを自由に変更することが可能となっております。とりあえず 50% でいきます。続いては日付と時刻ですね。タイムゾーンの選択ですね。はい、ちゃんと日本時間もございますので、こちらを選択しておきたいと思います。時間のフォーマット、24時間表示か12時間表示を選択することができます。私の場合24時間表示にしておきたいと思います。あとは日付のフォーマットですね。まあ2023年の本日12月10日でございます。まあこれが見やすいかな。あと時刻の設定ですね。これはね特にしてないですけど合ってますね。で日付と時刻を自動設定ということで、こちらはまあ自動か手動か選択して、まあ自動ということになります。こんなものかな。はい、とりあえずですね、何か映像を見たいなということで、私が以前撮影した YouTube の動画ですね、こちら流しております。迫力のあるいい映像を流したいんですが、著作権の関係もございますので、こちらでね見てみたいと思います。はい、以前ね私が体調不良で会社を休んだ時の1日を記録した動画です。まあこんな感じでね、画質も悪くないですし、音声も十分ですね。という感じでね、 YouTube の他にも各種映像サービスございますので、ご加入いただいているものをこちらのプロジェクターがあればねもう見れるということで非常に便利ですね。あとですね、自動で台形補正もしてくれるということで、今正面の壁に映してますけども、これを屋根に向けると、じゃあ屋根に向けたらこう台形補正して見やすくしてくれると、こんな感じ、わかります？超優秀ですよね。という感じでね、すごいお手軽に使用できるようになってます。しかもこのサイズ感、電源とネットワークの環境さえあれば本当どこでも使えますね。使用用途無限大にありますね、本当に。当然ですね、ビデオ機器やゲーム機器をね HDMI 接続して、このねプロジェクターを通してのプレイも可能となっておりますし、例えば USB メモリを挿してその中に保存されたデータを再生する、そんなことも可能になっておりますね。あとですね、スマホとのミラーリングも対応してますね。やってみましょう。はい、ご覧のようにですね、スマホの画面を投影することも簡単でございます。今映してるのはね私の YouTube のチャンネルのページでございます。まあこんな感じ、ほんとね私の手のひらサイズぐらいの大きさなんですよね。これだけコンパクトなので本当に持ち運びも簡単ですし、これはかなりいいですね。はい、ここでね今回ご紹介しているプロジェクターについて簡単にご説明したいと思います。はい、まずね高画質を実現されておりまして、 2.4G、5G の Wi-Fi 接続も対応しております。でね、iPhone や Android も使用することができます。180度のフリースタイルローテーションということでね、見ていただいた通り本体の角度をね自由に変えることができますので、いろんなスタイルでね画面を投影することが可能となっております。先ほどお見せした通り自動台形補正にも対応しております。130インチスクリーンプロジェクションディスプレイということでね、まあ、大画面を楽しめるというふうになっております。あとね Android TV 対応ということでね、まあ、先ほど YouTube の画面をご覧いただきましたが、各種の映像サービスに対応しております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのプロジェクターね、ご説明させていただいた通りかなり使用用途ありますし、何より小型でねどこでも持っていけますし、非常に便利かと思います。映画も見れますし、ゲームもできますし、当然ねパソコンとつないで資料の投影もできます、プレゼンもできます。ほんと超優秀ですよね。お値段もね結構お手頃で、総合的に見てもねかなりいい製品だなというふうに思います。ということでこちらの製品の購入先のリンクをこの動画の概要欄に貼り付けておきたいと思いますので、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。かなりおすすめです。それでは今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。